何ですか錬金術師パワーって。それにしてもレスナさんは本当に錬金術が好きなんですね。はい、大好きです。錬金術って素晴らしいですから。シャリステラ先輩、先輩から見て私ってどうですか？どうというのは？私調合の飲み込みも悪いし、作ったものも満足に売ることができなくて、才能が足りていないのではないかと。ねえレスナさん、どうしてレスナさんは錬金術を素晴らしいって思うの？どうしてって、このリボン、いなくなっちゃったお父さんが最後にプレゼントしてくれたものなんです。ずっと大事につけてました。そうしていればいつかお父さんが私を見つけてレスナって呼んでくれる気がして。でもある時リボンがボロボロになっちゃったことがあって、これじゃもしお父さんが私を見かけても私だって気づいてもらえないかもしれない。そう思って部屋で塞ぎ込んでいたら師匠が村にやってきて、そして、その悩み錬金術でイチコロよ、お任せあれってね。私は錬金術と出会いました。錬金術のおかげで私はこうして今もこのリボンをつけていられる。錬金術は願いを叶えてくれる奇跡の力だと私は思ったんです。これが理由です。そうだったんですね。そのいつかきっとお父さんは見つかると思いますよ。はい、ありがとうございます。レスナさん、きっとレスナさんはもう分かっているはずなんです。錬金術は願いを叶えてくれるものだってレスナさんは言いました。私もそう思います。だからみんなの願いに寄り添ってみてはいかがでしょうか。願いに寄り添う。何やつい！大きい！勝てる見込みはあります。逃げるのも手だと思いますが。戦います！どうしたら高値で売れそうな素材が手に入りそうですし、それに、こういうのにも立ち向かえるようにならないと、きっと立派な錬金術師になれないと思うから！頑張りましょう、レスナさん。シャリステラ先輩、素敵です。私の番、来た。私の力、相当いい。すごいです。手加減なしです。守り神、私たちの元へ。心のどこかでは集中、大集中。ああ、これでは力が。守り神、私たちの元へ。お見事、さすが。私の番、来た。どうしましょう。あ、よし。いや、私だってやってみせます。力が、ガッツ任せよ。偉大な錬金術の力。
て。これでは力が。私が出ます。秘伝の技見せてあげます。皆さん準備はいいですか。わー、どうしよう。力がみんな勝つまくってよ。やあ、偉大な錬金術の力、やったー、大成功。いけー、はあ、勝てた。立派な錬金術師に近づけたかな。Thank you.